ライズアップ。そこのあんた、なんか言えよ。おい、ヒロヤ。空を夢見る少年と盲目の少女、偶然に出会った二人は私の盲導犬になるの。あ、早く連れてってよ。何でも言うこと聞くって約束した覚えはない。ほっとけよ、あんなわがまま野郎。互いにぶつかり合いながらも強く惹かれ合っていく。救急車呼ばなかったんだよ。状況を把握してる人間がいれば叱るべき処置もできただろうって、そう医者が言ってたんだから。何も知らないくせに。知らないけど、知らないけど考えたんだよ。何の意味があるのよ。渡る、逃げたらダメや。二人は希望を探して共に大空を目指す。ライズアップ。